我が地元福岡に匹敵すると言われている大阪、その中でも禁足地と呼ばれたこともある西成地区についてお話ししていこう。チャラララゼコロトメさん、こんばんは。シアの放送タクです。前回ですね、修羅の国特集というものを組んだところですね、何が福岡大好き YouTuber へと調子乗るなと、まあ、一部ご意見をいただきました。いやいやいや、ごめん。さ、本日なんですが、日本で治安が悪くて危険地帯ってどこですかっていう質問をしたら、大阪の西成とかいう場所が一番多く名前上がるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあなぜそう言われるようになったのかって、まあ、これ知ってる方少ないんじゃないかなと思うんですよね。今日はその理由などについてお話していこうと思います。詳細です。まず西成の中でもアイリン地区と呼ばれる場所が、まあ、皆さんがよくねテレビやネットで見かけるこの西成でして、全国から日雇い労働者が集まることで有名な場所でもあるんですね。ではなんで西成が危険だと全国的に有名になったかと言いますと、過去に西成で起きた暴動の多さなんですよね。その数なんと24回24で、今回ねその全部をお話しすると時間がなくなってしまうんで、2つピックアップしてご紹介します。1つ目、第1次西成暴動、1961年8月1日、第1次なんで1回目ですね、午後9時頃、西成区にてタクシーが人を跳ねるという交通事故を起こします。そして警察がね現場検証に駆けつけた時に、被害者はすでに亡くなっていたという理由で現場検証が終わってから遺体を回収したんですね。その対応に怒った人たちがまず暴動を起こしました。まあ、これどれぐらいの暴動だったかと言いますと、派出所破壊、そして西成市の窓ガラスを割ってパトカーを破壊して炎上させたり、海外のニュースとかで見るような暴動だったんですね。ジョーカーみたいな。しかもこれだけでは終わらずに、次の日にはなんと4000人が集結して、警察関係の施設とか電車やタクシーにも投石をしたんですね。そして8月3日、大阪府警は京都や兵庫の警察に応援を依頼、約6000人の警察隊で暴動を鎮圧することになります。これがね第1次西成暴動なんですが、ガチの暴動ですよね。暴動って言ってみたとかの暴動じゃないんですよね。続きまして2つ目です。2つ目、第22次西成暴動。これ22時です。その間にめっちゃやってます。1990年10月2日、西成警察署の警察官が暴力団組員から賄賂を受け取るという不祥事が発生します。その暴力団っていうのが西成区っていうのを縄張りにしていて、日雇い労働者の給料からお金を抜いていたってこともあって、その抜いたお金が警察の賄賂になっていたんじゃないのかということで、長年の怒りと不満が爆発したんですね。投石崩壊、略奪、もうこういったことが起きて、今回はアイリン地区以外にも騒ぎになったんですね。さらにはその辺の暴走族や振り負けの不良少年までもが暴動に参加。この暴動は5日間も続いて、ようやく落ち着きを取り戻したんですね。はい、とまあこの2つがね代表的な暴動なんですが、全ての暴動に共通してることなんですけど、何かがあると町の人たちがみんな集まってきてるっていうことなんですね。紹介できてない暴動でも数千人クラスで集まっている暴動っていうのはたくさんあって、そう聞くと悪いことですけど、そもそも不法とかを犯したのは国家だったりしてるってことが多いんですよね。ただ2008年からは暴動も何も起きることがなく、外国人観光客なども増え始めて、いろんな YouTuber の方々がね動画などもしてるほどグルメが注目されたりしております。ただ夜は西成地区以外からも危険な人が集まってるっていう話も聞きますんで、遊びに行く際は一人ではなく数人で行くようにした方がいいかもしれません。はい、というわけで以上です。西成の暴動についてお話しさせていただきました。これだけの回数が起きてるってことには驚きですね。ちょっとしたいざこざが大規模になったっていうケースもあります。感想や行ったことあるよって方はねコメント欄お待ちしております。こうやってね市民が団結するっていう点では日本では珍しいとされていますが、海外とかではもしかしたら普通のことなんかもしれませんよね。今日は以上です。おやしら。